いらっしゃいませ。ニューレディの肉の工事肉用です。本日のご質問は、誰にでも優しいってそんなに悪いことですか？自己主張がないとか裏の顔があるとか言われるけど、穏やかにことを運びたいと思う性格はそんなに悪いことなのでしょうか？サバロさん疲れていらっしゃるの？じゃあ、はい、自然薯。シロさん、食欲がない？じゃあ、赤マムシ。タロちゃん何？お母さんはどんな男の人にも優しいって？それはね、後でいろいろしてもらうからだよ。わかる？穏やかにことを運びたいと思う性格自体は悪いことではないと思いますが、悪い人はそういうあなたの性格につけ込んでくるものです。社会には残念ながら善人ばかりがいるわけではありません。大半の人は善人ですが、悪人がいるのも確かです。あなたの穏やかな性格を利用して恐喝や詐欺などを仕掛けてくる人もいます。誰にでも優しいとそういう人に目をつけられやすいです。かといっていつも喧嘩越しにということではありません。ただ急に自己主張をしろと言われても、普段やったことがない人はうまくいきません。だから大人は小さなところから自己主張や意思表示をする練習をしているのです。あまりにそれをしないと、周囲は何か裏があるのではと勘ぐるものです。詐欺師というのは一見優しそうに近づいてくるからです。喧嘩越しになる必要はありませんが、笑顔でピシャリと意思を通す練習はしておいた方がいいのではないかと私は思います。以上、こんなん出ました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。またねー。